皆さんこんにちは。今回もクリア後の世界を旅していきたいと思います。まずは私がスピアーマスターであることを証明するために例の少年と戦いたいと思います。あのさ、私いつになったらこの少年に勝てるんでしょうか。未だに素早さで勝ててないですし、どうすればいいんでしょうかね。何回かチャレンジした体感ですが、スピアーマスターとの戦いでは持ちこたえたりとかはしない感じなんですかね。体感の話なので実は持ちこたえるのかもしれないんですけどもね、よくわからないです。ということで今回のパートは強化四天王に挑みたいと思います。通常四天王は録画失敗おじさんになっちゃいましたからね。今回はちゃんと録画成功お兄さんになりたいと思います。ということで強化四天王一人目はカンナです。基本的に使ってくるポケモンは変わらないのですが、レベルが10レベルくらい上がっているというのと、手持ちにアローラサンドパンが追加されているというのが主な変更点かと思います。基本的には怒りを1回積んで河原割とシザークロスでゴリ押せばどうにかなる相手だと思います。カンナに関しては前回のパートプレイ時にも挑んでますからね、対策はバッチリです。オケオケ、メガスピアーになって火力も上がっているので、そこまで怒りに頼る必要はなくなっています。とはいえ怒りを捨てるほどの余裕もないので、自重せずに使っていきますよ。視聴者の方も気づいているとは思いますが、さっきから画面の右下に映っている枝豆、邪魔ですね。戦闘中にまででしゃばってくるのは、ほんとやめてほしいですね。ちなみに、戦闘中にあの枝豆を振ってやると、ふざけんながでしゃばってきて、最強ちゃんの主要なステータスを、すべて一段階上げてくれます。ただし、そのターンは最強ちゃんが行動できなくなるので、必要がない枝豆ですね。というのは冗談で、動画的にこれを使ってしまうと、スピアー1匹でクリアしたことにならないので、動画では使っていません。その辺のトレーナーと戦うような、動画にはしないところで、消費しています。急所込みだとは思いますが、パルチェンも、ワンパンですね。ほんとメガスピアーって強いわ。本当に何事もない戦いですね。前回のパートの時点ではちょっぴり厳しい相手でしたが、ジムリーダーをボコってレベルを上げてきたら大したことない相手でしたね。ということで四天王一人目カンナ突破です。本当にメガ進化ってステータスが高いですね。最強ちゃんが攻撃力300の境地に達してますからね。芝よ、それはさすがにおかしいやろ。ウーハーは連呼するもんじゃないやろ。お前は四天王であるということ以前に立った状態から急にあぐらで座ってウーハーウーハーと叫ぶ人は頭がおかしいということを気づいた方がいいぞ。今回はしっかりとあぐらで座ったと思ったら急に立っているところを見ることができましたね。やっぱり縛って寝たキャラだわ。ちなみにここからは初見プレイとなっています。基本的にちょっぴり調べたところはスピアナイトの入手法とスピアーマスターの所在だけですからね。芝との戦い方は、基本的には、1回目の四天王に挑んだ時と同じですね。怒りを2回くらい積んでイワークを突破した後、残りのポケモンを、毒好きで突破していくという感じですね。芝に対しては、怒りを2回積むようにしています。もし万が一耐えられて、岩なだれなんて飛んでこようもんなら、ひとたまりもないですからね。そこだけは、油断しないようにしています。さて、怒りも積んだことですし、ポッポは始末しちゃいますかね。痛そう。ちゃんと注意してみたことがなかったんですが、今のイワークの顔、
すごい痛そうでしたね。まあ、花にあんなことされたら、そら痛そうな顔しますわね。残るポケモンは、毒好きでワンパンしていきたいと思います。基本的にスピア1匹で旅をしていると、やられる前にやる戦法でないと厳しい戦いになってくるので、どうしてもこの戦法になってしまいます。相手から攻撃を受けること、それすなわち、血を意味してますからね。パンチの鬼さんも、ワンパンで沈めます。昔はパンチの鬼かっこ笑いとか、散々バカにしてきましたが、ピカ V というゲームは最新ゲームなので、三色パンチが物理技になっていますからね。とてもバカにはできないポケモンになっています。炎のパンチなんて飛んでこようもんなら、消し炭でしょうからね。変なポケモンが出てきて一瞬ビビりましたが、よくよく考えたら、ドリルライナーで4倍弱点なので、余裕ですね。アローラゴローニャについても、イワナダレやストーンエッジなんて飛んでこようもんなら、ワンパンですからね。一発で沈めるに越したことはないです。怪力イトニョロボンについては特に語ることはないですが、イワナダレやストーンエッジが飛んできたら消し炭にされるので、ワンパンしていきます。さっきからこればっかり言ってますね。でもまあ実際、その通りなのですよ。ということで芝も、難なく突破です。サクサク行きましょうねー。ということで3人目、キクコです。キクコもまあ、メガ最強ちゃんの敵ではないと思います。地面に足がついているポケモンにはドリルライナーを打って、飛んでいる相手には頭突きでひるみげをしていくだけですね。キクコが使ってくるポケモンは基本的に防御が低いはずなので、怒りを積む必要もないかと思います。怒りを積むのも、面倒な作業ですからね。やらなくて済む場所はやらないで、時間削減をしていきますよ。オケオケ、思った通り、ワンパンですね。なんかやべえの出てきましたね。どうしよう。お願い、耐えて。はい、これはね、言い訳のしようがないですね。慢心、この一言ですね。次からは慢心せずに、しっかりと怒りを積んでいきたいと思います。それにしても、アローラガラガラを持ってるなら、前もって言ってほしいですね。というか、もしかして、強化四天王たちは、アローラポケモンが追加されてるという感じなんでしょうか。5本。ということで、前二人は何事もなく突破できたので、キクコに、リベンジしたいと思います。さっきの火力的に、怒りを一回積んでおけば、ガラガラもワンパンできると思うので、アーボックのところで、怒りを積んでおきたいと思います。そっか、そういえばこいつ、蛇睨みしてきましたね。忘れてました。でもまあ、次殴ってくるところで、怒りを発動していきたいと思います。これってもしかして、翻弄されてるってやつですか？完全にキクコの思うがままの展開になっちゃってますね。
麻痺を治したいところですが、フレアドライブでワンパンされちゃうので、ドリルライナーを打ちたいと思います。急所に当てられれば、ワンパンなわけですからね。しかもドリル。はい。なんか最近、最強ちゃんのご機嫌が、あまりよろしくないですね。攻撃を避けたり、状態異常を直してくれたり、気合で耐えてくれたりを、全然してくれないですね。クリア後は、そういうのが出にくくなってたりするんでしょうか。完全に体感の話なので、わからないんですけどもね。当てて欲しかったですね。でもまあ、重要な場面でやらかすよりは、よっぽどマシですけどもね。結果オーライですね。これでひとまず、攻撃を一段階上げることができます。ここは一旦回復をして、麻痺を直します。ノーマル技を使用したので、ガラガラに変えてくるはずですからね。ほらね、私、戦いの中で、成長している?これは神トレーナーの挙動やろなぁ。きっとそうに違いないな。オケオケ、完璧ムーブですね。これでもう、引く子は突破したも同然ですね。あとは残りのポケモンを、ドリルライナーと頭突きで、蹂躙していきたいと思います。またドガスも、ワンパンですね。正直言って、ちょっぴりだけ残るかと思ってました。またドガスは、物理防御が高いですからね。ひるみはしませんでしたが、どうということはないですね。正直言って、もう少しだけ優秀なノーマル技が、欲しいところですね。恩返しでもあればウォルバットもワンパンできそうなんですが、どうやらこのゲームには、なさそうなんですよね。残るポケモンは、ドリルライナーで沈めていきたいと思います。おそらく残りは、アーボックとゲンガー2体でしょうからね。ここからは、消化試合だと思います。ということで、アローラガラガラに少しだけ苦戦してしまいましたが、キクコ、突破です。その名前は出すんじゃない。逃げるな、コネが湧くだろうが。ということで四天王四人目、渡るです。こいつも結局、怒りを積んで、ワンパンしていけば余裕だと思います。早速次の起点を用意してくれてますからね。枝豆を振る気がないんだから、そろそろ右下のやつ、消滅してほしいですね。一回でいいとは思うんですが、一応二回くらい、
怒りを積んでおきましょうかね。キクコ戦のようにまたナメプで負けるようなことはしたくないですからね。あとは回復をして盤石な状態にして激輪でワンパンしていきたいと思います。プテラが出てきましたね。激輪でワンパンしてしまいましょう。怒りをしっかりと積んでいますし、いけるやろ。オッケオッケ、予想通りですね。あとは例のごとくワンパンしていきたいと思います。え、動画の残り時間が気になる。ライバル戦までやるとまた録画失敗おじさんになるかもしれないから、今回は渡る戦までだからだよ。とか言ってる間にネタキャラが出てきましたね。顔が映ってないですね。本当に、なんも映ってないやんけ。ほとんど、見切れてるじゃないか。本当に、負けようがないですね。やっぱり怒りって強いわ。次はギャラドスですね。ひとまずここで何でも直しを使って混乱を直したいと思います。一度殴られてはしまいますが、ギャラドスごときの攻撃ではさすがに落ちないでしょうし、今起こりうる唯一の負け筋は混乱で自分を殴ることだけですからね。ここで混乱で自分を殴ったら大受けやろなーとかいう芸人魂を思い出してしまう前、私本当に画面の前で、あの少年と同じポーズになってます。本当に、何やってるんですかねー。もう一パート、四天王戦をやらなきゃいけないじゃないか。クリア後だというのに、クリア前と同じような展開をやってるんじゃないよ。ということで、スピアーマスターにもう一度挑んだところで、今回のパートは、ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次は勝てるよう、頑張ります。いつか天然マジで。